ゴン TV リスナーの皆さん、こんばんは。皆さん探検してますか？ということで今回は、無限探検コンボというのをやっていこうと思います。で、対戦始める前に、ちょっと、どうやって無限探検するのかと、無限探検した後どうやって勝つのか、ちょっと説明していこうと思います。で、無限探検するのはこの翡翠鉱の洞窟探検家で X 回探検を行う。で、この X を、無限にするのに、まず無限マナ。この無限マナがですね、前環境からあるコンボなんですが、囁かれる希望の神が、パワー分のマナを加える。眠いの呪いのフェアリーが、2マナでアンタップする。で、アガサの魂の大釜で、クリーチャーの能力を別のクリーチャーに付与することができるので、これでこの2枚の能力を持ったパワー3以上のクリーチャーを作ることができたら無限マナが出ます。で、こちらで、X 無限で無限探検できると。で、無限探検無限マナになると、デッキの土地がすべて反動、土地以外がすべて墓地という状況を作ることができるわけですね。で、無限マナに入った段階で、アガサの魂の大釜は盤面にあるので、それを大タワーでバウンスして出し直す。そうすると、ボルダーデンの興奮探しが墓地に落ちているので、それを、追放して能力を付与することで無限探検した、パワーがめちゃくちゃ大きいクリーチャーのパワー分のダメージを相手に与えることができるという、そういうデッキです。で、アガサの魂の大釜コンボが新環境で強くなったのがどこかというと、やっぱり軽量クリーチャーが増えたことですね。この陥没穴の偵察も、墓地を肥やしながら、1ターン目から出せる。で、地底のスクーナー戦、こういったカードで、コンボパーツ、墓地に落ちてればいいので、クリーチャーのパーツはコンボパーツを墓地に貯めて、アガサの魂の大釜までのアクセスを増やしながら、もうクリーチャーのビートでアグロのような圧のかけ方とコンボと、2つの勝ち筋を押し付けていける、そういうデッキです。では早速対戦行ってみましょう。はい、では、後攻ですね。スクーナー戦があるのでキープしていきます。これスクーナー戦とクリーチャーがある初手はかなり嬉しいですね。はい、アガサ魂の大釜もあるので、もうこれでビートで圧をかけながらパーツを探しに行けるといいのですが、あ、お相手ちょっと土地がなさそうですね、これは。じゃあ興奮探しからもう行きましょうか。で、これは状況も持っていますね。しかし、もうバシバシと殴っていきます。で、そいつは強い。強いんですが、もう船投げちゃいますか。あいつでリソース稼がれるのはすごく嫌なので、投げちゃいましょう。こうすることで、よいしょっと。どうなか。どっちでもいいな、正直。下ですかね。探しに行きましょう、コンボを。はい。受けてくれるなら1マナ得しましたね。どっちにしろ追放するんですが、よいしょ。追放して、こうしていきます。はい。で、それで、3点、なるほど。まあ、全然、問題ないでしょう。出していきますか。カルノサウルスってことはリアニですかね。
はい。これで、フェラリーが落ちてる。あー、まあ仕方ないですね。はい。じゃあ、リアに対象っぽいカルノサウルスを追放しておきますか。よいしょ。スクーナー戦、スクーナー戦か。次のターン出すのがマナカーブ的に綺麗か。いや、スクーナー戦と大田原でもいいか。そうするか。そうしますか。一応これ、殴れないですけど、起動してカウンターを乗せとくと、まあ、突然コンボが決まるかもしれない。が、まあ、それが出てきたならバウンスしましょう。はい。痛い。で、コンボパーツを送っときましょう。引かないか。引かないか。どっかで、ああ、はいはいはい、それはだいぶいいですね。これで、これで、3点下って、まあ、11で殴られたりすると死んじゃうので、これ、除去っときますか。こうしとけば、次のターンで死んだりはしないから。うん。はい。X12345 でいきましょう。まあ、残り4は一発殴られても死なないし、死なないので、いらない。いらない。いらない。上にしときますか。上にして、アガサで、カウンター乗っけて投げ飛ばせば勝ちなので上にしましょう。で、船で殴っていきます。これ船マス風呂ですからね。ブロックしないと5点プレイヤーに直接飛んで勝ちなので、この船はマス風呂です。はい、そうですね。で、相手はライフゲインがなければ、次のターンに勝ちですので、ゲインできるか。コウモリ。はいはいはい。それはゲインですが、1マナでフェアリーを倒せるカードないので、これフェアリーを、そうですね。はい、ゲーム1取ることができました。ゲーム2行きましょう。ちょっと除去が当たらないのが多いので、まあ1マナ、ゲーユク希望、ちょっとあんまり強くないですが、入れて、いやー、これ3枚あるのか、ちょっとこれ倒せないのかなり嫌ですね。まあ仕方ない。サイドが噛み合ってないので、もうその辺はもうメイン変えずに、うん、もうメイン変えずに、俺はぶん回るんやという気持ちで行きましょう。ぶん回れば常に、コンボデッキですからね。ちょっとサイド噛み合わなくてもメインの分を押し付ける。そういう選択肢があるのはかなり偉いかなと思います。はい。では、マッチ2本目、後手です。青マナがないけど、まあ、やりますか。
後手でドローもあるし、この探検もあるし、まあ最悪、最悪2パスで3ターン目これなら許せるかと。いやー、これめちゃくちゃ欲しいけどな、めちゃくちゃ欲しいけど、ちょっと上に置けないな。いやー、このターンで上にあるか。はい。まあ、ここ、青マナがめちゃくちゃ引きたい。まあ。まあ、土地ならという感じですね。状況られるとは思うんですが、まあ、状況切ってもらいますか。うん。うん、そうですね。で、うーわ、めちゃくちゃ強いカードめくれたな。持ってるな。青マナではない。くれない。いや、めちゃくちゃ強いカードめくれたな。まあ、それに除去切られるのはどうでもいいんですが。なんとか。青マナはない。まあ、X2 かな。これでまだ青マナ引かなかったら、ちょっと、まあ、だいぶ嬉しいんですけど。ここでな、いや、上にするか。上にしよう。はい。これで、こいつが生きてさえくれれば、もうアガサから青、神をコピーして青が出るので、お、これは何もなさそう。まだあるぞ。まだあるぞということで、ちょっと1マナでタフさん倒すのは、考察ぐらいしかないはずなので、生きてくれると嬉しい。よし。まだあるぞ、これは。全然あるぞ、これは。こうかな。力神追放で、はい。で、コーナー船。よし。まだやれる。強大なか、アーティファクト、厳しい。殴らないといてくれた方がありがたいですね、僕は。で、まあブロックしていきますか。はい。で、考察。いや、1足りないんだよな。考察。それなら、こうしますか。これで、いや。てか、ダメか、これ。足りてないか。しかもこれ、ごめんなさい。効果を違いました。攻撃クリーチャーじゃなきゃいけないので、はい。なんか神をアンタップして、ローナ出そうとしたんですけど、考察、それじゃ打っちゃいけなかったですね。神と一緒にアタックしてアンタップしてローナならいけたけど、今のは、どっちにしろ無理でしたね。はい。なるほど。そういうあれですか。理解しました。じゃあ、ちょっとこれを入れて、もう除去そうですね。ほんと、コウモリぐらいしか当てて嬉しいのがいないんですが、まあじゃあこっちのがいいか。まあ先手なら、興奮探しでコウモリは倒せると思っていきますか。で、呪文貫き、い
入れて、まあ、かなり除去多いですからね。こうしますか。うん、呪文貫きで、おせおせでいきましょう。うん、そうしましょう。そうしましょう。お、これはハンドいいですね。フェアリースタートは、常に嬉しい。うん。クリーチャーを出していきましょう。で、神、落とします。で、コウモリ。はいはいはい。なんそれも全然困らないですね。で、兄弟中の終焉見えたんですけど、別にコウモリ巻き込んで撃ってくれるなら全然構わないので、もうクリーチャーをどんどん出していきます。もう出していきます。セイレーン、いらないかな。はい、1点。うん、で、アガサ。お、アガサ。アガサは、お、これ無限マナが出てますね。ちょっとなぁ、難しいな、これは。どうしようかな。無限マナ出てるから、何かできるかっていうと、別にできないんですよ。だから、これで殴っちゃうか。殴っちゃおう。ほい。地質鑑定士。切り崩し、うわー、うわー。結構いいめくれですね。しかし、しかしですよ。私たちはですね、ここで助教を引けば勝ち。引かない。まあ、そんなもんです。そんなもんです。これで、はい。タップしますよ。で、殴っていきますよ。下も全部殴っていいか、これは。殴っちゃうか。なんなら、双剣山も起動して殴ってよかったか。これですね。はい。ああ、なるほど。そこを交換。仕方なしです。うん。はい。はいはいはい。そのカードは切り崩し。なるほど。どうしようもないですね。はい。ここだけアタック。はい。殴ってましょう。で、無限マナ出てるので、切る必要はないですね。はいはいはい。切りますか。では、フルパンで。はい。
関停止、はいはいはい。ギックス、なるほど。そうですね。コウモリは殴る意味がないので、相手は。これ、受けるのはないか。受けて、ここ起点にして無限に入ることもできるんですが、それやると、いや、ないか。だから、次に、はい。しかし、これで、コウモリマス風呂になったので、これは勝ってますね。一応勝ってないパターンはないよな、ないよな。下殴るとコウモリがマス風呂じゃなくなっちゃうから。で、ブロックしてくださいと。はい。で、君が帰ってきたから、まあ、これ無限探検です。もう20ぐらいまでいったらやっていいですかね。まあ興奮探し1枚落ちてくれればその時点で勝ちなので、まあもう20ぐらいで見切り発車しても大丈夫ですかね。本当はデッキ枚数の44までいかなきゃいけないんですが、ちょっとめんどくさいので見切り発車しちゃおうと思います。まあ、20枚引いたら、大田原があれば、コンボ再スタートできるので、これをバウンスして。だから、大田原か、ボルダーレンの興奮探しがめくれてくれればいいので、X。まあ、20、22、24。そう、はい。まあ、興奮探しがめくれなくて、大田原もめくれないなんてことはないでしょう。まあ、これ、紙のマジックなら、これで勝ちででいいんですが、アリーナだとコンボをガチャガチャするのに時間がいるので、あ、はい、興奮探しが落ちたので、じゃあ、勝ちですね。はい。はい、マッチ勝てました。ありがとうございます。はい、マッチしました。後手ですかね。まあ、やりましょうか。やりましょう。スクーナー戦スタートが強いし、軽いアクションもちゃんとあるので、まあ、ここで船じゃない、コウモリで船を抜かると結構嫌なんですが、それは出てこなかった。見どくろ。大田原使いそうなので、あ、そうですね。結構ライフ詰める速度も速いんですが、大田原を持っといた方が、はいはいはい。駆け抜けこう、考察を切るか、興奮探しで行くか。考察、興奮探し行っちゃいましょう。行こう。殴りましょう。これで考察切って、で、なんか、シオウドレッドとか出てくるとすごく嫌なので、ここで興奮探し出しとくと、シオウドレッド出てきても興奮探し、タフネス、パワー5にして倒せるので、はいはいはい。まあ、それならそれで構いません。突っ込されるのちょっと嫌ですけどね。まあ、しょうがないでしょう、それは。で、出していきます。で、土地が詰まっているので、切り崩しとかされそうですね。まあ、それはしょうがないですね。いやー、ちょっと、しかし、これで、クリーチャーが止まっちゃったんですが、いや、この双剣山はめちゃくちゃ偉い。これで船に乗ることができるので、はいはいはい。アガサか。どうしようかな。一旦大田原でお茶濁して、次のターンアガサプラス双剣山。よし、それで行こう。いや、これ難しいな。
や、なんならグリッサに殴られてもいいか。グリッサに殴られてもいいか。次のターン、アガサ置きながら船でグリッサ処理する。それで行きましょう。はい。このターンはもう殴られ、甘んじて殴られましょう。はい。まあ仕方なし。もらいます。はい。で、アガサを置きます。置きます。うん。で、船に乗って殴りましょう。これでスペルめくれてくれたりすると結構やりやすいんですけど、スペルめくれてくれると、めくれてくれると、お、いいですね。で、そのカードはいいですね。これで興奮探し、もう3にしたら投げれるので、うん。これはかなりいい。そこに除去、いいでしょう。いいですね、はい。問題ないです。で、いやー、これ、マナもったいないから、こっちにするか。うん。はい。で、グリッサ出てくるんですけど、それは倒せるので、ニッサー。なるほど。あー、プラスならこれ勝ってるんじゃないですか？どうですか？リーサルありそうな気がしますけど、3点の3抜けですよね。だから、1、2、3、4。5枚。全部土地とかだと、まあ、勝ってないか。で、スペルの、はい、スペル全部上に置きます。で、これで、うん、3点抜けるので勝ちですね。はい、危なかったけど、危なかったですけど、ちょっと相手の土地が詰まったターンがあったおかげで、なんとか差し切れましたね。苦しいゲームでした。やっぱりコウモリがきついので、まあ除去いっぱいあってニッサも入ってる。グリッサがきついから考察は残すにして、呪文ツアー抜き入れるか。入れて、ちょっと除去多いとローナ活躍しづらいので、呪文ツアー抜きにして、まあこれも入れるか。入れよう。よし、これで行きましょう。はい、土地さえ引けばいい。やるか、やるか。まあ、赤か緑の土地引けばやれるし、フェアリースタートで呪文貫抜き構えもできるので、いや、まあ、リスキーなハンドではあるんですが、もう緑の土地さえ引ければやれるっていうのはいいですね。黒い相手は、その、コウモリが、めちゃくちゃ嫌なので、で、ちゃんと土地引いてこれて、いや、これはかなり助かりますね。コウモリがめちゃくちゃ嫌なので、後手で、それに対してできるアクションって、もう、フェアリーをポンってするぐらいなんですよね。だから、そうである以上は、これで、あ、駆け抜けこう、強いな、それ。そうである以上は、やっぱり、フェアリーキープっていうのは、まあ、かなり、しやすいというか、フェアリーいると、キープ基準はかなり下げていいかなと思います。できましたね、コウモリ。フグ大天の敵。で、まあ、興奮探し抜いてくると思います。
そうじゃないとこの本体でやれちゃうので。で、こうなるとやっぱりこれ偉いですね。まあそうですね。はい。まあ、これで土地をハンドに加えれたら、もうトップ勝負の受けがめちゃくちゃ広くなるので。うん。で、フェアリーも殴っていけると。まあ、かなり運もいいんですが、プラン的にも、プラン的にはもうこうですね。やっぱり、そう、コウモリより先にできる強いアクションのフェアリーで後手はキープするのはかなり、まあ、偉いというか。うん、はいはいはい。じゃライフをされてるので、フェアリー立ててエンドしますか。呪文貫き腐っちゃってますが、まあまあまあ仕方なし。ここら辺の噛み合いはどうしても、まあそうですね、3点受けましょう。はい。で、ミシュラン殴ってこなかったから、まあなんかある。おお、なんか結構すごいのが出てきたぞと。あ、勝ってますね。勝ってます。これで無限マナ無限探検できてるので、勝ってますと。はい。では、よいしょ。これは、決まらないと開始で負けちゃうので、45マナ、出していきましょう。いや、興奮探しめくれてないから、何枚45だから、全部ボトムにあったとしても、42枚引けばいいから、X42 でいきます。はい。じゃあ、もうマナ出しをひたすら。16、18、22。はい、対戦ありがとうございました。なかなかね、フィニッシュできないですね。お相手が投了したり、まあ、あるいは、そのもう完全なマナ出す前に、時間が来て見切り発射しないといけなくなったりで、結構難しいんですよね。そんなわけで、今回のデッキ、いかがでしたか？かなり面白いというか、まあ、コンボの入り方というかね、アグロプランで攻めるか、コンボで攻めるかみたいな、そういうのの、どっちで行くかっていう決めるタイミングがかなり特殊で面白いんじゃないかと思います。まあ、もし質問とかありましたら、私の X の方までいただければ、もう気軽にいただければお答えしようと思いますので、まあ、今後ともよろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。